ヒロイ広サム、ヒロイイサム、ヒロイーサミ、1862年10月24日、文久2年9月2日から1928年、昭和3年10月1日は、日本の土木工学者、元東京帝国大学教授、高知県出身、札幌農学校、現在の北海道大学卒業、公安工学の父と呼ばれた。1862年、 文久2年、土佐国佐川村、現、高知県高岡郡佐川町において、筆頭家老深岡の家臣で、土佐藩五難度役を務める広池十郎とその妻、トラコとの間に、長男、カズマとして生まれる。同共同世代の牧野富太郎同様、幼い頃から、教皇名教官、名公官で、受学者、伊藤蘭林、1815年から1895年、 に学んだ。カズマの祖,祖父、広い遊ぶ名、1770年から1853年、もまた、かつて名教館で、儒学や和算を教えており、乱馬屋氏はその弟子であった。当時はまだ安政内海地震の爪痕が残る時代だったが、幼い頃のカズマは、浦戸湾の入り口にあたる主崎村、現、高知市の海岸で、十数年前に、津波が襲来した際、 大佐の中に埋没し忘れられていた堤防が露出して、津波を防いだという話を聞かされたと記している。この堤防は、遡ること200年前の1655年、明暦元年に野中健山が作らせたものであった。9歳の時に、父と死別し、名をいむと改める。11歳で上京、おじである男爵、片岡敏和の邸宅に書生として寄宿しながら、 神戸大学校予科へ入ったが、16歳の時、神戸大学校の学費方針変更を受けて、全額完備で生活費も支給されるという、札幌農学校に入学を決めた。札幌農学校では、内村肝三、二戸ベ稲ナ宮部金吾らと共に2期生となった。教頭には前年帰国したウィリアム・スミス・クラークに、代わって、その愛弟子であるウィリアム・ホイーラーが着任していた。 ホイーラーは、当時20代半ばの土木技術者であったが、わずか3年の任期の間に、今も残る札幌市と境内、旧農学校園舞場や、木鉄混合トラス構造の豊平橋を、設計するなど活躍しており、国境を越えて貢献するその姿は、イサムの進路に、大きな影響を与えた。他に、セシル・ピーボディ、だから、土木工学、数学、測量術、 物理学などを学んだ。在学中の1877年、明治10年6月、イサムラ同期生6人は、函館に駐在していたメソジスト系の宣教師、メリマン・ハリスから宣令を受けて、キリスト教に改修した。イサムは彼らの中でも、非常に熱心な信者であったが、ある日、内村勘蔵に、この貧乏国にありて民に食べ物を供せずして、宗教を教えうるもますます少なし。 僕は、今よりは、電動を断念して工学に入ると宣言し、内村らに電動を託したという。1881年、明治14年7月に、札幌の学校卒業後、官備生の規定に従い開拓し雇用係に、公職、11月には、中田地電開催事務係で、鉄路課に勤務し、北海道最初の鉄道である官営幌内鉄道の、 小樽るコロナや間ごとに携わり、初めて小規模の鉄道橋梁を行った。翌年開拓市の廃止に伴い工部省に移り、鉄道局で日本鉄道会社の東京高崎間建設工事の監督として荒川橋梁の仮設に当たった。翌1883年、明治16年12月、単身史費で横浜港からアメリカ合衆国に渡った。 シホイーラーらの紹介で、中西部セントルイスの陸軍工兵隊本部の技術者に採用され、ミシシッピ側とミズーリ側の治水工事に携わった後、チャールズ・シェイラー・スミス、チャールズ・シェイラー、スミスの設計事務所で、橋梁設計に従事した。セントルイスでの養殖場とも、当時世界最長のアーチ橋であり、鋼鉄を最初に用いた大規模橋梁でもあった。 イーズ橋のたもとにあり、強い印象を書き残している。当時、スミスの事務所では、隣のケンタッキー州で北米初、かつ、世界最長かつ最高高さのカンチレバー橋である、廃墟、を設計していた。スミスの病没後は、はじめ南部バージニア州ロアノークにある、ノーホークウェスタン鉄道、後に、北部デラウェア州の橋梁建設会社エッジ、ムーアブリッジ、 エッジムーアブリッジに移って技術者として働く傍ら、橋梁建築について英文で表した技術書、プレート、ガーダーコンストラクション、プレート、ガーダーコンストを刊行した。同書は理論から実践的な標準設計までを貫く内容からアメリカの大学で教科書として長く使用され、1914年には5冊が出るほど好評だったという。 1887年、明治20年、母校札幌農学校から、道庁への遺憾に伴い新設される、工学科助教授への就任要請を受け、一旦ドイツのカールスルーエ大学に1年間、シュトットガルト大学に半年間留学して、土木工学と水理工学を研究、バウインジュニュール、土木講師の学位を得た後、1889年、明治22年に帰国。 札幌の学校工学科の教授に就任した。講義は英語中心で行われた。当時の工学科では卒業研究の題材に、道庁で実際に企画されている土木事業が選ばれており、研究成果は事業に生かされるなど、道庁土木機関のシンクタンクとしての機能も果たしていた。こうした中から、岡崎文吉、平野滝松らが育っていった。1889年、 明治二十二年頃から始まった秋田港、当時は土崎港の地港に際し、秋田県の青年実業家、大宮栄治、後に衆議院議員に創生され、十三年後に改修が完了した秋田港には、広い鳩場の名が付けられた。千八百九十年、明治二十三年からは、北海道町議士を兼務し、函館港の築定に携わった後、 1893年、明治26年、札幌農学校の文部省遺憾、工学科廃止に伴い技師専任となり、小樽培工事務所長に就任、小樽公開校に向けた整備に従事した。冬の季節風で激しい波浪に見舞われる岸壁に、対してイサムは火山灰を混入して、強度を増したコンクリートを開発。さらにそのコンクリートブロックを71度34分に、 傾斜させ平地する社会ブロックという独特な工法を採用し、1908年、明治41年、1300メートルに及ぶ日本初のコンクリート製長大防波堤をなさせた。設計の際に用いたハーツの算出法は広い公式と言われ現在も使われている。工事中、イサムは毎朝誰よりも早く現場に赴き、夜も最も遅くまで働いた。 現場では、ハンズボン姿でコンクリートを自ら練る姿をしばしば見かけたという。この防波堤は、建設から100年以上経過した現在でも当時のままに機能しているが、たまたま結果として残ったという以上に、イサムの準備が周到だったと言える。コンクリートの強度試験は、当初50年、対象以降に改められて実に100年後まで強度をテストするよう、 実に6万個の教師体が用意され、実際に2005年現在も、なお強度テストが行われていたらである。1899年、明治32年、秋田校や小樽校の設計に感服した土木会の体と古市君武,武の推挙により、学外出身にもかかわらず、工学博士号を得て、東京帝国大学教授となり、年、大正年には土木学会の 第六大会長となった。イサムは土木会へ、堀見松マツコ、青山氏、大田窓香さん、増田敦ア八シ、ハッ久保田豊、田中豊、宮本武之助、石川栄養ら、20年以上にわたり創造たる逸材を送り出し、そのうち少なくない人々が海外へ遊飛した。学生への指導は厳しくも根切で、教育者としての評価も高かった。先生は、 毎日寝る直前に床を敷いて、明かりを消し、正座して30分間、今日ついた知性根を込めて、学生たちを教育したが、反省して、翌日の生活の糧にしたと伝えられる。また、稚内港、函館港、釧路港、留萌港といった道内港湾の整備は、もちろん、お島水田による、大沼水力発電所、函館市、 最初期の鉄筋コンクリート橋梁である広瀬橋、仙台市、関東地方発の商業用ダムとして、木の川水力電機が建設した黒部ダム、日光市など多くの土木工事で設計指導に当たっておきながら、報省の金品を渡そうとすると、費用に余裕があるならば、その資金で工事を一層完璧なものにしていただきたい、と述べて拒絶したという。さらに、研究面では、 関門橋の原型となった下関海橋、横断橋の設計、鉄筋コンクリートのためのセメント用法実験、日本で初めてカスチリアノの,の定理を用いた布、制定構造の解放を解説するなどの業績を残している。生きている限り働く、働けなくなれば死ぬだけだと常々語っていたイサムは、文部省の進める国立大学への60歳定年制導入に反対したが、 教授会の多数決で導入が決定されると、主張をことにする制度に従うことを、潔しとしないことを、主な理由に、1919年、大正8年6月、57歳で、胃がん退職した。1920年、大正9年2月6日、東京帝国大学名誉教授の称号を授与された。その頃、札幌市内の豊平橋は、 かつて市ホイーラーが仮設した木鉄混合トラス橋もイサムの一番弟子、岡崎文吉による初代鉄橋も洪水により落橋するなどして10年以上仮設状態のままになっていた。イサムは義手の山口啓介と義手の高橋勝栄への設計指導にあたり、1924年、大正13年。 豊平橋は三連のブレーストリブタイドアーチによるアーチ橋として完成した。この二代目鉄橋は20年以上の長きにわたり、札幌の街並みと調和して市民に愛され、朝日橋、旭日川市、現存。設計指導は、優の教え子、吉長太郎一、旧沼井橋、釧路市、解体済みとともに、北海道三大名橋と称された。 掛け替えに際して1964年、昭和39年解体されたが、北海道開拓記念館に模型が残っている。1928年、昭和3年10月1日、強心症により、自宅にて救世した。イサムは生涯クリスチャンであり、死の4ヶ月前にも、内村やニトベと共に宣教し、ハリスの墓前儀頭会に参列していた。葬儀は、 生涯の友であった内村鑑三の指式により行われ、内村は長寿の中で広井くんありて明治大正の日本は正規エンジニアを持ちました。我が作りし橋、し、我が気づきし、防波堤がすべての抵抗にこらえうるやとの深い心配があったので、あります。そしてその両親その心配が君の工学をして、世の多くの工学の上に当地を中金で占めたのであります。 君の工学は君自身を益せずして国家と社会と民衆等を永久に益したのであります。広井君の工学はキリスト教的真士の工学でありました。と述べた。1929年昭和4年10月、オタルコを見下ろす公園に除幕されたイサムの教像は戦時中の金属教室によって撤去されたが、1953年昭和28年彫刻化。 中野十一の手によるものとして再建。1999年、平成11年8月、運河公園に移設上マックされて、今も百年を超えた自らの筆聖の策を見守っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。